guys! Welcome to おかみず酒 ABC 三代目おかみがお送りする日本酒チャンネルおかみず酒 ABC です。このチャンネルは日本酒の魅力を海外の皆様に分かりやすくお伝えするチャンネルです。皆様は騎乗酒と呼ばれる日本酒をご存知ですか？騎乗酒はリッチな甘みと上品さを併せ持つお酒です。とろりと濃厚でかつ気品ある味わいには一般的な日本酒とはまた違う大きな魅力があります。今回はこの騎乗酒の魅力と楽しみ方についてご紹介していきたいと思います。 Let's get started! Here we go!騎乗酒は1973年に誕生しました。きっかけは海外から来日されるお客様をおもてなししたいという思いからです。かつて日本では国賓の晩餐会で海外からのお客様をおもてなしするお酒は多くがワインやシャンパンでした。というのも当時はワインやシャンパンに比べて日本酒は安価で、国賓をおもてなしする晩餐会で振る舞うお酒としてはふさわしくないと考えられていたからです。海外からいらしたお客様をおもてなしするのにワインやシャンパンではなく日本の伝統的なお酒日本酒でおもてなししたい、これまでのイメージとは異なる高級な日本酒を作りたいということから騎乗酒は生まれました。騎乗酒は本来であれば水を使って仕込むところを日本酒も合わせて仕込むことにより濃厚な状態に仕上がります。口に含んだ時のとろーりとした口当たりと甘みが特徴で、デザートワインや貴腐ワインを思わせるような日本酒です。また濃厚な甘さだけではなく酸度も高いため口当たりも軽く飲みやすいものが多いことも特徴です。次に騎乗酒の飲み方についてです。騎乗酒はフレッシュさを感じるフルーティーなタイプやブランデーやシェリー酒、紹興酒などを思わせるような熟成酒タイプなど様々です。これらの特徴を生かした飲み方をご紹介いたします。ではオンザロックの飲み方をご紹介しましょう。ロックグラスに氷を入れ、冷やした騎乗酒を注ぎ入れます。少し濃いめの騎乗酒の味わいが氷によって引き締まった感じになります。ゆっくりと時間をかけて氷が溶けることによって濃厚な味わいから優しく軽やかな味わいへと変化する過程が楽しめます。次に水割りです。グラスに騎乗酒を注ぎ、ミネラルウォーターで割るだけの簡単な飲み方です。騎乗酒が柔らかくなって飲みやすくなります。騎乗酒と水の割合は自分の好みを見つけて楽しんでみてください。次に騎乗酒の炭酸割り、少し大きめのワイングラスやシャンパングラスなどを用意いたします。水の代わりに炭酸水を使えばシャンパンのような味わいを楽しむことができます。次に騎乗酒のお燗です。一般的な日本酒と同じように温めて飲むこともできます。耐熱のグラスに騎乗酒を注ぎ、グラスごとお湯で温めてから飲む楽しみ方です。騎乗酒の香りがさらに引き立ち口当たりも優しくなります。冷めていくにつれて変化する味わいも楽しめます。もちろん冷やしてそのまま飲むのも美味しいんです。いろいろな飲み方を試してみてくださいね。次に騎乗酒と合わせる食べ物についてです。そのまま飲むのであれば貴腐ワインのような甘口のワインに合う食べ物が合わせやすいと思います。ブルーチーズのような濃厚でコクのあるおつまみやドライフルーツなども相性が良いと思います。またバニラアイスにかけたりとデザートとしても楽しんでいただけると思います。私はティラミスと合わせてみてこれも良いかなとも思いました。炭酸で割って飲むのであればシャンパンと相性の良い料理なら合わせやすいと思います。熟成タイプの騎乗酒であればブランデーやシェリー酒、紹興酒と相性の良いおつまみやスパイシーな料理やオイリーな料理も相性がいいかと思います。これに限らず様々な料理と合わせて楽しんでみてください。次に実際に販売されている騎乗酒をいくつかご紹介いたします。日本では様々な騎乗酒が作られています。例えば普段はワインなどを好まれる方におすすめしたい騎乗酒はぶどうのような果実感を感じられる騎乗酒とか、
大下樽で熟成された生上酒とか。またスパークリングの生上酒もあります。また熟成タイプの生上酒も様々なものがあります。年数が経過しているほど色が濃くなり深みのある味わいになります。このように様々なタイプの生上酒がいっぱいあります。ぜひ自分好みの生上酒と飲み方を見つけて楽しんでみてください。今回は生上酒についてご紹介いたしました。今回の動画を見て日本酒って面白そうだな、美味しそうだな、飲んでみたいなと思っていただけたら大変嬉しいです。 Thank you for watching. Please subscribe to my channel. See you next time.